あっと横浜公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。神奈川広報部プニカロードの太田あかりです。魅力あふれる横浜の情報をリポートするハマリポ。ハマリポでは横浜の新しいスポットや美味しいグルメなど、横浜に行くのが初めての人にも行ってみたい、食べてみたいって思ってもらえるような情報をたくさんリポートしていきたいと思います。というわけで今日は JR 関内駅より徒歩2分、横浜スタジアムからもすぐ近くにある美味しいお野菜とお肉が食べられるお店、関内バル333さんに来ています。古き良き横浜の面影が残るビルにあって、いい感じの雰囲気ですね。そしていつものようにここまではルート検索、お出かけアプリマイルートを使ってきました。マイルートは横浜のお出かけ情報がたくさん載っていて本当に便利です。トップ画面の下にあるスポットというボタンを押してみてください。では早速お邪魔したいと思います。はい、こちらが関内バル333さんの店内です。店内にはテーブル席やカウンター席もあって、おしゃれな雰囲気です。会社帰りに一人でも来られそうですね。では早速ですが、今日はランチの時間に来ましたので、一番人気の八百屋サラダとフレンチトーストのセットをご用意いただきました。八百屋サラダが本当にすごいですね。農家直送のトマトを丸ごと使用した人気ナンバーワンメニューなんだそうですが、このランチのセットでこのボリューム、数えてみると 2、3、4、5、6、7、 7種類のお野菜を使っているそうですよ。どのお野菜も本当にみずみずしくって、女性に人気っていうの本当にうなずけますね。そしてこちらのフレンチトーストですね、ホームページにこう食べると思わず笑みがこぼれてしまいますって載ってたんですけど、これはね、わかりますわかります。まだね、食べる前ですけど本当に笑みがねこぼれちゃいます。これ、いや本当に美味しそう。もうね、目の前にあると今もねお腹ちょっとグーグーなってるんですけど、もう早くね食べたいです。じゃあね、早速いただきたいと思います。ぜひ食べさせてください。じゃあそれでは早速いただきます。おー、すごい上にねアイスが乗ってて、こう下があったかいのかな、こうもうねこうトロトロにね溶けてきてますね。フレンチトーストもすごくね厚みがあって、あ、もうねこうふか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 、うまく切れるかな。あ、見てください、こうナイフがねサクッと入りますよ。おー、すごい、見て、美味しそう。すごい、あのメープルシロップの香りがすごいふんだんにしますよ。じゃあ早速サラダもいただきたいと思います。お店一押しのね八百屋サラダ、こう7種類もねお野菜入ってるから、こう栄養満点ですね。どれから食べよう。もう一つ一つがね本当に大きいんですよ。なんだろうこれは。いただきます。聞こえましたか、ポリポリとね、野菜のポリポリ、本当に新鮮なね
お野菜って感じの音ですよね。皆さん聞こえましたか？ポリポリ音。甘くてこの、ね、キャラメルの感じかな、メープルシロップの感じかな、これがちょっと甘じょっぱい感じになってて、すっごいね口の中でもういいハーモニーがねできてますね。これはもうやみつきになります。何回でもねいっぱいいっぱい食べたい。これ本当に美味しい。ごちそうさまでした。いやすっごい美味しかった。こういうお野菜すっごいいろんな種類入ってるのでヘルシーでとてもおすすめですね。あとアイスクリームもめっちゃ美味しかったんですよ。これ私も週に1回ぐらい食べたい。本当に皆さんもねぜひ食べてみてください。野菜とお肉の館内バル333は生産者直の旬な野菜と厳選されたお肉を楽しめるおしゃれなバルです。店内は黒板の絵が楽しげなウッド調の空間で、窓から差し込む光がちょうどよく落ち着ける雰囲気。カウンター席は春ならお店の窓から桜が見える最高のロケーション。一人でも気軽に楽しめる空間です。全国からえりすぐった仕入れによって産地が変わる黒毛和牛は A4、A5 の黒毛和牛だけを厳選して使用。仕入れや季節によって変わる産地までこだわった黒毛和牛をリーズナブルに提供しています。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していきます。次はどこを紹介するのか本当に楽しみです。ルート検索お出かけアプリマイルートではこの動画に加えて目的地の設定や旅のスケジューリングもできますので、ぜひご利用ください。これからも横浜の情報をたくさんリポートしていきますので、あと横浜公式チャンネルの登録もお願いします。それではまたハマリポでお会いしましょう。お楽しみに。